中道チェスは、アメリカ合衆国テキサス州東部に位置する都市。ヒューストンの北北東、約 225km、ダラスフォードワースの南東、約 290km、ルイジアーナ州都の宗教から西へ、約 80km に位置する。人口は32,996人。中道チェス2軍長を置く、中道チェス軍1軍のみからなる。 ショート試験は64,524人の人口を抱えている。中道チェスはテキサス州最古の町と呼ばれ、その起源は1716年にスペインによって建てられた伝道所に遡る。1779年にはスペイン人公益者アントニオ・ギル・イバルボとその一団によって町が創設された。 街の中心部に建てられたオールドストーンォートはやがてアメリカ合衆国からテキサス辺境への玄関口となった。また中道チェスはスティーブン・カイ・オースティン州立大学の大学長でもある。同学は中道チェスの地域経済、文化の両面において市に大きな影響を及ぼしている。中道チェスコンベンション観光局は 市のプロモーション資料において、中道チェスを、テキサス州最古の町と記述している。また、中道チェスには、歴史上、初位、テキサスの6機のほか、グティエレス・マギー探検隊、ロング共和国、および、フレドニア共和国の3つを加えた9つの旗が、がえった。中道チェスの中心部に立っていたオールドストーンフォート1936年に、 テキサス独立100周年を記念して、スティーブン・カイ・オースティン州立大学内に建てられたオールドストーンフォートのレプリカ。内部は博物館になっている。1万年前には、この地にはすでに人が住みついていたとする痕跡が見つかっている。稼働族のネイティブアメリカンは、この地にネバンティンと呼ばれる村を作っていた。その後19世紀初頭に至るまで、 カドウ族はこの地に住み着いていた。1716年、スペインはこの地にヌエストラ・セニョーラでグアダル・ペデロス・ナカドーチェスという伝道書を建てた。これがこの地にヨーロッパ人が建てた最初の建物であった。また、ほぼ同じ頃、現在のルイジアナ州北西部、すでにフランスが交易所を設けていたナケテ州の西20マイルの地点にも、 ロスアダイス伝道書が建てられた。しかし、1760年代に入ると、フレンチ・インディアン戦争で敗北したフランスがこの地から撤退し、また、スペインも伝道書の維持には、費用がかかりすぎると判断するようになった。やがて1772年、スペインはこの地のスペイン人入植者すべてに対して、サンアントニオに引き上げるように命じた。中には、 喜んで原野から抜け出した者もいたが、その一方で、兵士に家を追われた者もいた。41年間にわたって、テキサス植民地の首都となっていたロス・アダエストリデモまた、この時に放棄された。1779年春、スペイン人公益者で、入植者のリーダーとして、頭角を表し始めたアントニオ・ギル・イバルボ・大佐は、グループを率いて、中道チェスに戻ってきた。 同年夏、スペインは中道チェスを町に指定し、それこ、中道チェスはテキサス最初の町となった。イバルボはこの新しい町の副総督として、放器を制定し、街路を区画した。イバルボによる、この区画では、エルカミノレアル及びラカジェ、デルノルテの交差点が町の中心とされ、メインとなる街路には交易の拠点とするための石像の、 家屋が建てられた。今日、オールドストーンホートとして知られる、この家屋は、やがて、アメリカ合衆国から、テキサス辺境への玄関口としての役割を果たすようになっていった。アントニオ・ギル・イバルボノゾー1820年代に入ると、アメリカ人が中道チェスに入植し始め、テキサス初の英語史を刊行した。しかし、18世紀に中道チェスで、 初めて刊行された新聞紙はスペイン語のものであった。このスペイン語の新聞紙は現在では地元の博物館で保存、展示されている。1832年の中道チェスの戦いでは連邦制を支持すべく入植者が一丸となって戦い、メキシコ軍を東テキサスから追放した。旧中道チェス大学校舎。1971年に 国家歴史登録罪に登録されている。中道チェスへの初期のアングロサクソン系入植者の中でも最も著名なものとしてはトーマス・ジェファーソン・ラスクが挙げられる。ラスクは三者神との戦いで先行を挙げたテキサス独立、戦争の退役軍人でテキサス独立宣言の署名者でもあり、テキサス共和国においては陸軍長官を務めた。その後、 ラスクはテキサス連邦加入委員会の会長を務め、テキサスが連邦に加入した後はサミュエル・ヒューストンと共にテキサス州から初めて選出された連邦議会上院議員を務めた。また、ラスクは中道チェス大学の創立にも尽力した。この大学は1845年に創立し、1895年まで存続した。しかし、 妻の不慮の死の後、ラスクは抑うつを患い、1857年7月29日に自殺した。また、サミュエル・ヒューストンも、テキサス独立戦争までの4年間にわたって、中道チェスに住み、町の中心部で法律事務所を開いていた。1859年、テキサス発の油性がこの地で創業を開始した。しかしこの油性は、 その後1901年に創業を開始した、ボーモント近郊のスピンドルトップほどには知られることはなかった。ラインタリア・フェロバレットによって始められた、この油性の創業は南北戦争が開戦すると中断された。終戦後、バレットは中道チェスの東13マイル、オイルスプリングスに戻り、1865年に別の採掘権を得て、 翌1866年9月12日に地下106フィートで石油を掘り当てた。この油性は日量8から40バレル、平均すると10バレル前後を算出した。しかし1868年、原油価格の暴落により、バレットは経済的な後ろ盾を失い、石油採掘プロジェクトを降りざるを得なくなった。その後二十年間、この油田は休止状態であったが、 1889年、複数の採掘会社がこの油田に40の油性を掘削した。しかし、この油田からはあまり大量の原油を産出することはできず、1890年の産出量はわずか54バレルにとどまった。それでもなお、この油性がテキサス最古のものであることには変わりがなく、採掘は1950年代まで続いた。 修復された旧中道チェス駅南北戦争後のれ、コンストラクション期には南部の立地域同様、中道チェスは停滞した。しかし1880年頃になると、中道チェスの中心部には、レンガ造りの建物が立ち並ぶようになり、市最初の銀行も設立された。1882年には、ヒューストンイーストアンドエースとテキサス鉄道が中道チェスまで開通した。 1923年には地元住民によるロビー活動の会もあり、スティーブン・カイ・オースティン州立大学の前身となるスティーブン・カイ・オースティン市販学校が開校した。2003年2月1日、スペースシャトルコロンビア号が地球の大気圏に再突入する際、テキサス州東部上空で空中分解事故を起こした。その残骸はテキサス州北東部、 ルイジアナ州北西部、アーカンソー州南西部にまたがる、諸位、アークラテックス地域に広く散乱したが、中でも中道チェスでは、数多くの残骸が回収された。歴史地区として、国家歴史登録財に登録されている、中道チェス市中心部2005年9月24日、メキシコ湾岸のテキサスルイジアナ州境付近に、上陸したハリケーンリタが北上し、 カテゴリー1二勢力を落としてはいたものの、中道チェスを通過した。州交通局によって、ヒューストニやその都市圏からの避難路に指定された中道チェスを通る国道59号線は渋滞し、また市内の避難所は1ヶ月前にハリケーンカトリーナにより、ニューオーリンズから避難してきた人ですでにいっぱいになっていた。ガソリンスタンドには長蛇の列ができ、 生活必需品や食料品、燃料が広範囲にわたって不足した。2008年には市中心部が中道チェスダウンタウン歴史地区として国家歴史登録財に登録された。中道チェスは北緯31度36分14秒成形94度39分22秒、北緯31.60389度成形94.65611度、 31.60389-94.65611に位置する。市は、テキサス州東部に位置し、ヒューストンから北北東へ約 225km、ダラスフォートワースから南東へ約 290km、ルイジアナ州シリーブポートから南西へ約 145km である。自然地理学的検知からは、中道チェスは、 メキシコ湾岸平原内陸に位置する。市の標高は91メートルである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、中道チェス市は総面積69.96平方キロメートルである。そのうち69.70平方キロメートルが、陸地で0.26平方キロメートルが水域である。総面積の0.37%が水域となっている。 中道チェスの気候は、ヒューストンほどではないものの、蒸し暑い夏と温暖な冬に特徴を付けられる、亜熱帯性に近い気候である。最も暑い7月の最高気温の平均は、約摂氏34度に達し、最低気温は平均摂氏22度、平均気温は、約摂氏28度である。最も寒い1月の平均気温は、摂氏9度、最低気温の平均は、 摂氏3度ほどであり、日中は摂氏15度程度まで上がる。降水量は、晩夏から秋、8月から10月にかけては、やや少なく、月間60から80ミリメートル程度、その他の月は月間90から130ミリメートル程度である。年間降水量は1190ミ、mm、リメートル程度である。冬季の降雪は稀である。の気候区分では、 中堂チェスは南部に広く分布する温暖湿潤気候に属する。中道チェス軍庁舎、中堂チェス視聴者中道チェスはシティマネージャー制をとっている。この制度のもと、市の立法機関である市議会は行政実務の最高責任者となるシティマネージャーを任命する。シティマネージャーは市の行政の最高責任者として市長及び市議会。 市政府各局長及び市職員と共同し市の政策の施行にあたる。シティマネージャーは市政府の日常業務及び市の長期的視点での開発、予算の作成、市政府各局の人事、財務、管理に権限を有し、また責任を負う。市法務官のみはシティマネージャーと同様に市議会によって任命されるが、 それ以外の市政府各局及び管理は、シティマネージャーにより採用され、その指揮命令下に入る。市議会はその長である市長、及び4人の市議員からなっている。4人の市議員は市を、北西、北東、南西、南東の4つに分けた、小選挙区から一人ずつ選出される。中道チェスはかつては、民主党が強い勢力を持っていたが、共和党優勢へと変わりつつある。 スティーブン・カイ・オースティン州立大学の学生には中道から左派が多いのに対し住民は保守的で中道から右派が多くその両方が共存しているため中道チェスは自然体では中道となっているピルグリムズの中道チェス工場中道チェスの地域経済はスティーブン・カイ・オースティン州立大学に大きく依存している同学自体が 中道チェス最大の雇用主であるのみならず、全米の他の多くの大学長と同様、中道チェスの商店は、客層としても、また従業員の供給源としても、道学の学生に大きく依存している。道学が中道チェスに与える、経済効果は3億ドルを超える。他には、中道チェスの主な産業としては、畜産業、製材業、及び製造業が挙げられる。 コールセンター業者のイーテックは中道チェスに本社を置き、ダラスやジャマイカ、インドでも事業を展開している。また、全米最大の取り製肉業者、ピルグリムズは中道チェスに工場を置いており、私、企業としては中道チェス最大の雇用主となっている。中道チェスに最も近い商業空港はロングビューのダウンタウンから南へ、 約 15km に立地するイーストテキサス地域空港で中道チェスの中心部からは北へ約9 0キロメートル車で1時間強である。この空港にはアメリカン航空によるダラスフォートワースへの便が就航している。より就航便数の多い空港としてはシュリーブポートのシュリーブポート地域空港が挙げられ中道チェスの中心部から車で 1> 約1時間40分で着くことができる。同空港には、デルタ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空の3大航空会社のほかアレジアントエアも就航している。ユナイテッド航空のハブ空港であるヒューストンのジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港へは、車で2時間強、また、アメリカン航空最大のハブ空港である、ダラス・フォートワース国際空港へは、車で、 約3時間15分で、それぞれ着くことができる。なお、市中心部から南西へ、約 5.5km、周道7号線沿いに立地する、エールマンガムジュニア地域空港は、ゼネラルアビエーションと呼ばれる、自家用機やチャーター機の発着にもっぱら使われる空港である。また、この空港は、空軍の民間補助組織である、民間空中紹介部隊のテキサス航空団が、 本部を置いている。中道チェスには、週間高速道路は通っていないが、ヒューストンへと通じ、ヒューストン都市県内では、週間高速道路 i-69 となる国道59号線が、通っている。また、国道59号線は、中道チェスから、機体は、マーシャルやテクサーカナへといたり、マーシャルで i-22、 またテクサーカナでアイマイナス30にそれぞれ接続する。中道チェスにはアムトラックの駅はない。グレーハウンドのバスストップは市の中心部から南西へ約4 5トル離れたサウスストリート沿いのガソリンスタンドに併設されている。このバスストップにはヒューストンとシュリーブポートアーカンソー州テクサーカナを結ぶバスが停車する。 市内の公共交通機関としては、ブラゾス交通局が中戸チェス市内を循環する、レッド及びブルーのに系統の路線バスを運行している。スティーブン海オースティン州立大学、スティーブン海オースティン州立大学は、市中心部の北北東約 2km に417エーカーのキャンパスを構えている。同学は1923年に創立した州立総合大学で、 教養、経営、教育、芸術、森林、農学、理学の6学部を有し、学部で120以上、大学院修士課程で44、博士課程で3つの専攻プログラムを提供し、約1万3千人の学生を抱えている。同学はテキサス州内の6つの州立大学システムのいずれにも属さない4校の独立系州立大学のうちの1校である。 また、同学のスポーツチーム、ランバー・ジャックスは、NCWA ディビジョン I に属する、サウスランドカンファレンスに所属し、男子6種目、女子9種目で競っている。スティーブン・カイ・オースティン州立大学は、US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、西部の地方区の大学の中で75位前後という評価を受けている。 中道チェスにおける K12 課ほどは主に中道チェス、独立学区の管轄下によって支えられている。同学区は小学校6校、中学校2校、高校2校、オルタナティブ教育校1校を有し、約6500人の児童、生徒を抱えている。また、地域の一部は、周辺の5つの独立学区の管轄区域にかかっている。 スティーブン・カイ・オースティン州立大学は文化面でも中道チェスの中心である。1936年に同学のキャンパス内に建てられたオールドストーンホートのレプリカは博物館となっており、時期ごとのテーマに沿った歴史的な事物を展示している。また、同じく童学キャンパス内には同学の森林、農学部の研究植物園でもあるルビーエム・マイズ・ツツジ園が立地する。 8エーカーの園内には、常緑、落葉を合わせて550種以上のツ,ツジを、はじめ、約100種の椿や200種以上のアジサイ等が、栽培されている。スターンホヤ邸博物館、図書館市中心部のすぐ南東に広がる、ホヤパークの北端には、ストーンホヤ邸博物館、図書館が建っている。この邸宅は、地元の豪商で、 テキサス独立戦争のリーダーでもあったアドルファス・スターンが自らの住居とするために1830年に建てたもので1869年までスターン家のまたその後1958年に市に寄贈されるまで荒野への住居であった市に寄贈された後は両家の家財道具等が保存された博物館またテキサス州の資料を保存する図書館となっているまた 同館内には、初期のテキサスにおけるワインセラーも展示物として保存されている。ストーンホヤ邸は1976年に、単体で、また周辺も含めた、スターンホヤ歴史地区は1992年に、それぞれ国家歴史登録財に登録されている。ダーストテイラー邸市中心部のノースストリート沿いには、ダーストテイラー邸が保存されている。 この木造の家屋は1835年に建てられたもので、中戸チェスに現存するものとしては2番目に古い建物である。この家屋の敷地内には、燻製場、火事場、停庭,庭園、および佐藤木美製陶場が保存され、家屋と共に博物館となっている。また、製陶場では、毎年第2土曜日にオールドファッションドスイートトゥース。 シュガーケーンというイベントが開かれる。ダーストテイラー邸は2003年に国家歴史登録罪に登録されている。また、毎年6月には中道チェスの市中心部でテキサスブルーベリーフェスティバルというイベントが開かれる。1997年、シンガーソングライター、俳優のウィリー・ネルソンは友人でマンドリン奏者のポール・バス・カークと共に演奏するために、 中道チェスを訪れ、その滞在中に、市内のアンコールスタジオズで、ジャズのカバーをいくつか録音した。この時に録音されたカバー曲は、後に2004年に発売されたカントリーのアルバム、中道チェスに収録された。以下に、中道チェス市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。中道チェスは、日本の鹿児島県奄美市と、 姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。